第549回12月1日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙1、9章26節27節。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。マラソンではペース配分を考えないと、完走することも勝利することもできません。ボクシングで空を打つような戦いをすれば、体力を消耗しノックダウンされてしまいます。信仰の戦いにおいても戦い方があります。信仰から引き離す誘惑と戦うときに、自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないようにします。常に勝利を得るために神に服従したいと思います。ヤコブの手紙4章7節。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。信仰の競技者として神に服従し、勝利の人生を歩んでいきたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、朽ちない冠を目指して信仰を持って進むことができますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、クリスマスがキリストと出会う機会となりますように。私たちを救いに導いてくださった愛の神様、今日も多くの方々と共に心を合わせて祈る時を備えてくださり、ありがとうございます。信仰の歩みに導かれ、毎日をあなたの朽ちない冠を目指して進むものとしてくださり、ありがとうございます。さまざまな戦いを経験いたします。どうぞその時に戦い方を教えてください。いつもあなたに従い、あなたを見上げて歩むことができますように。コロナの問題の中で多くの方々が苦しみました。今もなお困難の中にある方々がいることを思います。どうぞ完全に収束させてください。新しい出発をさせてください。そしてこのような中で、どうか一人でも多くの方がクリスマスのこの時、キリストを見出すことができますように、出会うことができますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。